ジェレミ・ベンサム、ジェレミ・ベンサム、ジェラミー・ベンサム、1748年2月15日から1832年6月6日は、イギリスの哲学者、経済学者、法学者、功理主義の創始者として有名である。ジェレミー・ベンサム、ベンタムとも、口実。功理主義の理念は、19世紀前半、インドにおける、イギリス東インド会社の勢力権で用いられた。 行政法体系に相当な影響を与えた。現在、借儀批評、統治論断編、道徳及び立法の諸原理助説、法一般論、法理の用語、パノプティコン、存在論、フィクション論のような、ベンサムの主要著作のこぼしが進められている、最中である。法学を専攻するも、ウィリアム・ブラックストーンの講義を聞いて失望し、法理主義の立場から自然法を、 批判的に論じた。法典化を推奨し、後世の国際法学に影響を与えた。英単語の法典化するも、国際的なも、彼の造語である。他にも、矢などの多数の造語は、既存の用語による先入感をできるだけ排除して新たな方法論を記述するための努力の結晶と言える。彼の名前は、日本では、ベンサムと表記発音され英語圏で元、 発音されるのが一般的だが語源から言えば小英語のベイオネット、コヌカグサとハム、村落に由来するため、t と h をつなげて読まずにと発音する方が本来は正しいとされている。日本でも特に法律学者は伝統的にベンタムと表記することが多いようである。これには強力な異論もある。本校では一般的なベンサムという読みを採用する。 ロンドンのスピタルフィールズで富裕なトーリー島の家族に生まれた。幼少の頃から父親の机に座って何巻もの英国詩を読みふけり、振動として認識された。彼は3歳の時からラテン語を習った。ベンサムはウェストミンスター校に入学し、その後、1760年12歳には父親によってオックスフォード大学のクイーンズカレッジに入れられ、 そこで1763年に文学学士号を1766年に文学修士号を収めることとなった。ベンサムはリンカーン放送院で法律家として訓練され1769年に弁護士資格を得た。富裕な弁護士である彼の父はベンサムを放送にして後継ぎとして決め息子がいつの日か英国大法官になることは確実だと思っていた。 しかし、すぐにベンサムは、放送会に幻滅した。ベンサムが、放送会に幻滅した理由は、当時の主導的権威である、ウィリアム・ブラックストン教の講義を調講したことによる。彼が、ごまかしの悪魔、デモン・オブ・シュケインと呼んだ、イギリスの法典の複雑さを非常に不満に思い、彼は、法律を実践するのではなく、法律について著述することを決め、彼の人生を法律への批判と、 その改良方法の提案に捧げた。1792年に父親が死亡したので、ベンサムは経済的に独立し、ウェストミンスターで著述家として身を立てた。40年近く、彼はそこで静かに暮らし、80歳になってさえ1日二0枚、ないし20枚の原稿を書いた。法や社会の改革のために、ベンサムが行った多くの提案の中には、 彼がパノプティコンと呼んだ、監獄建築のための設計がある。それは、実際に建設はされなかったが、彼のアイデアは、後の世代の思想家に示唆を与え、彼の設計は、ペントンビル刑務所の副社長のデイン等にも影響を与えた。ベンサムは、しばしば、後にユニバーシティカレッジロンドンとなる、ロンドン大学の設立に関連付けられるが、これは、実際には、真実ではない。 ベンサムは大学が開設された1826年には78歳で、その設立に直接の関係はなかった。しかし、裕福であることと国境徒であることの両方が、オックスフォード大学とケンブリッジ大学に入学する谷は必須の要件だったのに対して、ユニバーシティカレッジは人種、信仰、政治的信念に関わらず入学を認めた最初の大学であったため、教育は より広く、特に裕福でないあるいは、国教会に属していない人に対しても、行われるべきであると強く信じていた、ベンサムの見解に調和していた。現在でも、ベンサムは、見学の父と認識されており、その自己標本が、ユニバーシティ内に置かれている。ベンサムは、彼の生徒の一人であるジョン・オースティンが1829年に、法理学、ジュラスプルドンスの初代教授として任用されるのを、 監督したた生涯独身であった彼ののの財産はおい弟の子の植物学者ジジョージベンサムが相続したベンサムは法や社会の改革を多く提案しただけでなく、改革の根底に据えられるべき道徳的原理を考案した。快楽や幸福をもたらす行為が善であるという、ベンサムの哲学は、功理主義と呼ばれる。ベンサムの基本的な考え方は、正しい。 行いとは、公用を最大化する、あらゆるものだというもの。ベンサムは、正しい行為や政策とは、最大多数個人の最大幸福、T Greatest Happiness of the Greatest Number をもたらすものであると論じた。最大多数個人の最大幸福とは、個人の幸福の総計が、社会全体の幸福であり、社会全体の幸福を最大化すべきであるという意味である。しかし彼は後に、 最大多数という要件を落として、最大幸福原理、The Greatest Happiness Principle と彼が呼ぶものを、採した。ベンサムはまた、幸福計算と呼ばれる手続きを提案した。これは、ある行為がもたらす快楽の量を計算することによって、その行為の善悪の程度を決定するものである。公理主義は、ベンサムの門弟であるジョン・スチュアート・ミルによって、修正され拡張された。 ベンサムの理論には、ミルの理論とは異なり、公正さの原理が欠落している、としばしば言われる。例えば、拷問される個人の不幸よりも、その拷問によって算出される他の人々の幸福の、総計の型大きいならば、道徳的ということになる、という批判がある。しかしながら、P.J. ケリーが著作、公理主義と配分的正義、ジェレミー・ベンサムと、 市民法、ユティラテリアニスマンドディストリビューティブ・ジャスティス、ジェラミー、ベンサムザ・シビル・ローの中で論じているように、ベンサムは、そのような、望ましくない帰決を防ぐような正義論を持っていた。ティリーによれば、ベンサムにとって、法とは、個々人が幸福と考えるものを形成し、追求できるような指摘不可侵領域を定める、ことによって、社会的な相互作用の基本的枠組みを提供する。 アップ CITP81 ものなのである。指的不可侵領域は安全を提供するが、この安全は機体を形成するための前提条件である。幸福計算によれば、機体公用、エクスペクテーションに雪ラティスは自然用よりもはるかに高くなるので、ベンサムは多数者の利益のために少数者を犠牲にすることを指示しないのである。 肯定的に語られる例として、当時のイギリスでは禁止されていた、同性愛の用語が挙げられる。ベンサムは、同性愛は誰に対しても、実害を与えず、むしろ当事者の間には快楽さえもたらすとして、合法化を提唱した。このほか、功利主義によれば、被害者なき犯罪はいずれも、犯罪とならない。主な著作は、など、前週は、ガール。ユニバーシティカレッジロンドン。 UCL のベンサムプロジェクトザ・ベンサムプロジェクトはベンサムの走行をクラウドソーシングでデジタル化する取り組みベンタム走行テキストデータ化プロジェクトトラックライブベンサムを開始したこの目的はベンサム走行のテキストデータ化に一般の人をオンライン参加させることにあるトランスクリプションデスクのミリウッキーでアカウントを作ってサインアップすれば 装甲を見て転写することができる。死後、ベンサムの遺体は、彼が遺言書で要求した通り、保存され、服を着て杖を持ち椅子に座った状態で、ユニバーシティカレッジロンドンで木製の棚に保管された。これは、オートアイコン、自己標本と呼ばれる。それは公的な行事の際、倉庫から時折持ち出された。保存の過程で、頭部は深刻な損傷を受けたので、頭部だけは、 ローでできたレプリカである。本物の頭部も同じ棚に長年展示されていたが、たびたび学生のいたずらの標的にされ、ことあるごとに盗まれたので、現在では別室に厳重に保管されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。